7月21日、1909年の今日は映画監督、小田元吉さんがご生誕された日です。1955年、ゴジラの逆襲の監督を務めました。1935年に東方入りした小田さんは、 1940年に監督デビュー序情的な表現やスラップスティックコメディの演出を得意としていましたゴジラと同時期に撮影されていた1954年公開作品「透明人間」での実績を見込まれ続編ゴジラの監督に抜擢されました50年代後半に一線を退いた後は現在の総務省にあたる 自治省の PR 映画を制作していたようです。